エビバリシェゲナベイベーアローハー。今日の今県ハワイライブです。はい、今日はハワイ2020年9月の2日水曜日の、ワイキキ、ヒルトンハワイアンビレッジのラグーンタワーに来てます。はい、ここを散歩しながら、ワイキキの方に今日、オフィスの方に行ってみたいなと思ってます。はい、けど今日のねこのヒルトンラグーン、このね空気感とですね、今日ただなんといってもすごいのがこの青い空にですね、すっごいこの雲がね描くこの模様、これなんでしょうね。ほんとね、竜が飛んでる、それともなんか鳥、不死鳥フェニックスですかね。すっごいですこの雲、ほら。いやいやいや、今日は本当に自然がね、本当何かをね私たちに伝えるようにこうやってすごいものを見せてくれてますね。はい、今県ハワイなんですけども、4月1日から毎日毎日こうしてハワイの生ライブ映像、編集を一切しない映像を皆さんにお届けしてるんで、そう呼んでるんですけども、その映像をですね1日2本以上アップしてきて皆さんにお届けしてきております。はい、正直ねこうやって陽気に喋ってる今県ですけど、やっぱりコロナでねこうずっとねもうねお金入ってこないんで、事業もストップしちゃってるし、本当にね結構辛いんすよ。けどねなんかやっぱりこうしてねハワイの自然、このハワイからもらえるなんていうんですか、このパワー、こういうねものをね、まあ今県のこのポジティブな語りとともにですね、日本の皆様に、お届けできたらなと思って、YouTube チャンネルずっと続けてきてます。はい、で昨日ですね、この今県の YouTube チャンネル、丸々5ヶ月ずっと動画を上げ続けてきていて、昨日で6ヶ月目を迎えました。で6ヶ月目のね企画として昨日、はい、夕暮れ時のワイキキから皆さんにお礼のメッセージをお伝えしました。はい、でその動画にですねコメントいただいた皆さん本当ありがとうございます。ダイヤモンドヘッドに向かってペコリ、ヒルトンレインボータワーに向かってペコリ、はい、2回お礼しましたよ。はい、昨日のですねコメントいただいたコメントに今米返ししていきたいんですけど、今日はね名前だけ呼ばせてください。はい、ジョーミチコさん、ロイヤルハワイアンさん、ユツキの母さん、ロミカさん、ヒロノさん、町口美津子さん、それから樋口真理子さん、宮原健二さん、宮健さん、涼子さん、ヤマシーさん、小暮さん、そしてミランダさん、ひとしさん、それから、坂由美&坂広、あ、坂広、坂由美夫婦、はい、それから厚佐藤さん、初めてコメントいただいた、小松原京子さん、そしてこの撮影の締め切りにギリギリ間に合った関口さん、はい、コメントありがとうございます。それからですね昨日なんか皆さんからいただいたコメントの中で今県が今県奥さんに感謝の気持ちを込めたコメントに対して素晴らしいとかいい奥さんですねとかすごいなんか嬉しいコメントいただきました。今日奥さんの分までまたダイヤモンドヘッドに向かってお礼を言います、ペゴリ。はい、ということでねなんかそういう風にいろんなコメントに支えられてきた今県ですけども、やっぱねこうやってね本当青空に浮かんでるこういう白い雲とかね、もうこのハワイのねこの自然、もうこれに救われてきましたし、皆さんの応援コメントにも救われてきましたね。でね毎日毎日今県基本的にサーフィンしてたんですけど、まあロックダウンに入ってなかなかできなくなっちゃった時もありましたが、海の中でサーフィン動画最近撮ってますんで、それもねなんか皆さんに見ていただけて好評なんですごい嬉しいです。はい、そんなこんなでねまだまだ頑張って続けていきますんで、今日はこんな感じでラグーンちょっと、の間ですけど紹介しましたが、皆さんもねこの空気感、ハワイのねこのなんかもうほんとパワーをねもらって、いやみんなね分かってるんですよ、コロナでこの苦しいってもうほんと大変だって分かってるんですけど、空見て見上げてこのね今県の動画をねスマホで見て空に持ち上げて上を見ながら
いろんなポジティブなことを皆さん考えて、もうあれやろうこれやろうとか夢膨らましてね、もう楽しいこと考えたら人間は無尽蔵にいろんなことが出てくるから、はい、ということで楽しく楽しく行きましょう。はい、いろんなことありますけど、こうやってね風の音とか、ヤシの木揺れてるのとか、本当ね皆さんの代わりに僕が見てるって思ってこの画面を通して見てくださいね。はい、ということで、また今日もなんかいろいろ語っちゃいましたが、皆さんね元気出していきましょう。はい、ということで今日最後まで見てくださってありがとうございます。はい、最後はやっぱダイヤモンドヘッド、レインボータワー、じゃあ両方映して、はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much. マハローシェゲナベイベー、バイ。